はい、カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それではまず今日の日経497円上げましたね。で、前日のダウはね、反落していたんですよね。149ドル安ということで、アマゾンなどの下落が重しというふうに、まあ、書いているんですけども、しかし日経はですね、大幅反発となりましたね。うん。で、まあ、ここのところね、下げていたので、買い戻し広がるというふうに書いていますけども、まあね、身も蓋もない書き方ですよね。下げたから買いましたという話なんですけども。まあ、そういうことでですね、とにかく金曜日にね、結構売られた分が戻ってきたということでね、良かったと思いますけどもね。ただね、まだまだこのね、75日線の下にいるんですよね。もっともっとね、勢いよくね、上にドンと上がってほしいんですけどもね、夏枯れ相場の間にですね、知らない間にね、3万円までね、戻ってほしいとね、思うんですけどもね。はい、なんとか頑張ってください。そして、マザーズですけども、マザーズはですね、ちょい上げでしたね。残念ながらね。もっとね、日経みたくね、勢いよく上げてもいいかと思うんですが、ちょっとしか上がりませんでしたが、まあ、それでもね、上げは上げだったので良かったと思いますけども、はい。まだまだね、75日線の下にいるので、頑張ってね、これもね、なんとか上げてほしいと思います。以上、試合関連でした。続いて、テーマ別でですね、まずはね、グリーンエネルギー関連なんですけども、まずはですね、毎日見ているエフオンですけども、今日は残念ながらですね、3% 下げたんですが、まあそれでもね、このチャートは全然死んでいないと思いますので、なんとかこのね、うまい具合にエネルギーを描きながらですね、上がってくれればね、いいかなと思いますけどもね。はい、頑張ってください。そして、A バランスもですね、ちょっと下げましたが、まあマイナス 2% ということなんですけども、こちらもね、まあチャートはね、全然死んでいないと思いますんでね、なんとかですね、うまい具合に調整しながらエネルギーを描いて上がってくれればいいと思いますけどもね。はい、頑張ってください。以上、グリーンエネルギー関連でした。続いて、半導体関連なんですけども、はい、半導体関連ね、毎日見ているマイポックスですけども、こちらはですね、残念ながら 4% 以上下げて、ちょっとね、チャートが苦しい感じに、ね、なってきてしまっていますけども、こう来ると、まあ、下値目ではこの辺になるかと思いますが、あとは心理的節目のですね、700円のところ、ここまで下げるかどうかですけどもね。まあでもこの辺まで来たらね、ちょっといい感じでね、結構お得感がね、出てくるかなと思うので、反発しそうなね、気はとてもしますけどもね。どうでしょうかね、頑張ってほしいと思います。以上、半導体関連でした。続いて、新型コロナ関連なんですけども、なんとですね、今日ね、富士ガラスがですね、久しぶりにね、ストップ高で引きましてね。はい、おめでとうございます。で、この件はね、新ネタのコーナーでやりますので、楽しみにしておいてください。そして、中京医薬もですね、まあ、10% 上げたということになり、それからですね、エアテックもね、まあ、3% 上げたということで、まあ、去年のね、春にですね、盛り上がったね、新型コロナ関連の銘柄でですね、またね、こう結構復活しているんですよね。で、大部分、このリストに入れている大部分がですね、まあ上がってるということになって、まあそれがね、いいことか悪いことかっていうのはもちろんありますけど、まあ株価としてはね、上がってきているというね、ことがありますね。はい。以上、新型コロナ関連でした。続いて、直近の IPO 関連なんですけども、はい、今日なんとね、ブレインズがですね、ストップ高で来ましたね。はい、おめでとうございます。でね、先週上場してからですね、まあ3日連続のね、大きい陰線を引いて、ずっとね、こう下げていたわけなんですけども、で、どこでね、下げ止まるかっていう話はしましたけども、なんとですね、今日地合いが良かったせいももちろんあると思うんですけども、かなりね、こう下げていたということから買われたということだと思いますが、ストップ高でね、終わったということに、ね、なりましたね。なかなかね、力強くね、どんどん上げてきたということになってですね、なかなかこのね、先週の終値で買った人がですね、勝者だったという結果にね、なりましたけどもね、はい。そしてですね、もう一社ね、このアシロですけども、アシロもね、こう、上場以来にずっと下げていたんですよね。で、こう割れしたねという話をしましたけども、で、どこでね、下げ止まるんだっていう話だったんですが、で、今日はですね、なんと、プラス 5% ということになりましたね。まあ、地合いが良かったということも、もちろんね、あったと思うんですが、かなり売り込まれていたということでね、まあ、反発したということだと思いますけどもね。で、このままね、上の方にこう行くのかどうかなんですよね。ちょっとそこはですね、残念ながらね、さっぱりわかりませんけど。
けども、ただですね、とにかくこのね、公募価格が1160円なんですよね。公募価格1160円に対してですね、今ね、やっと1003円まで戻ってきたという状況なんですよね。うん、で、この公募価格がですね、とにかくね、高すぎたということなのかどうかということで、主幹事がね、ミスプライスしたんですかということはですね、先週も言いましたが、一体どういうことなんでしょうかね、これね。はい。それからですね、あとね、AI メカなんですけども、はい。で、先週の金曜日にね、上場した AI メカもですね、今日はうまく反発して 6% 上げたということになりましたね。うん。で、金曜日にですね、大きい陰線を引いてね、こう、売られてしまったわけなんですけども、まあ、今日はですね、ブレインズに、まあ、連れ高したのかどうかですが、とにかくね、今日は 6% 買われたということになりましたけどもね。はい。おめでとうございます。でですね、一方ですね、こちらのね、サーキュレーションなんですが、こちらなんとですね、ストップ安で引けたんですね、今日ね。なんかね、いきなりですね、売りがガンガン増えてきてですね、で、あっという間にね、ドンと売られて、ストップ安で張り付いてしまったということになったんですけども、でね、こちらの値動きなんですけども、まずね、上場した日にね、ストップ高までね、買われたんですよね。で、1日置いて、次の日にですね、またストップ高まで買われると。いうようなことがあってですね、結構ね、こう、上げ上げだったんですね。うん。で、まあそこで一旦ちょっとね、お休み感が出て、今日ストップ安まで売られたということになったのかなと思いますけどもね。まあそれでもですね、とにかくまあ、何かね、悪材料が出たというわけではないんですけども、まあかなり買われていたので、まあ売られたということだとは思いますが、しかしですね、まあ極端ですよね。ストップ高。2回やって、で、ストップ安、今度はストップ安ということでですね、まあ、ちょっとね、極端に動いていますけどもね、まあ、IPO らしいって言ったら IPO らしい動きではありますけども、はい、これもですね、でもストップ安でね、買った人がね、明日勝者になるっていうこともね、まあ、ありがちですからね、どうなるかね、明日見ていきたいと思います。以上、直近の IPO 関連でした。新ネタのコーナーに行く前に、カブカブパラダイスからのお知らせです。カブカブパラダイスは、早耳情報会員サービスというサービスを開始いたしました。詳しくは、こちらの動画、新情報サービスついにスタート、改訂版3という動画をご覧ください。会員登録していただいて、一緒に株の相場を楽しんでいきましょう。それでは、新ネタ。はい、新ネタですけども、まずはね、パレモホールディングスなんですが、なんと、今日ね、ストップ高できましたね。はい、おめでとうございます。でね、これはですね、どういう話かというと、7月30日の大引け後に IR を出していて、で、筆頭株主のうちのね、移動に関するお知らせなんですよね。で、今度新しくですね、筆頭株主に誰がなったかというと、なんと、西松屋チェーンなんですよね。うん。でね、西松屋チェーンといえばですね、皆さんよくご存知の大手のですね、このマタニティのものとかですね、それから赤ちゃんの、まあ、衣類とか、そういうものをね、売っている大手のところですよね。うん。で、それで、パレモといえば、婦人服とか婦人雑貨をまあ取り扱っているというようなところで、で、時価総額がですね、めっちゃ小さいんですよね。で、めっちゃ小さいので、で、そこでですね、西松屋がですね、とにかくここのね、株を 17% ね、買いましたということがね、書いてあるんですよね。確か 17% だと思いましたけども、はい。うん、ということでですね、じゃあ、このね、いよいよパルモがですね、西松屋の傘下で新しくこう、変わっていくのかと。そして TOB なんかもひょっとしたらね、そのうちあるのかというような、まあ思惑でですね、今日は上がってきたということになりましたね。はい、おめでとうございます。うん、まあね、今ね、とにかくこの夏枯れの状況の中でですね、まあ定位株でかつ定時価総額で、まあ思惑が出たというところで、まあ枯れたということだと思いますけどもね。はい。うん。これがね、どのぐらいまでいくかね、見ていきたいと思います。楽しみにしています。はい。そしてですね、富士ガラスなんですけども、はい。富士ガラスね、さっき言いましたが、ストップ高で引けたということに、ね、なりましたね。久しぶりにね。おめでとうございます。で、これはどういう話かというとですね、8月2日のですね、午前6時半に、まあ、こういう報道が出ていたんですよね。ワクチン、来年3回目接種が必要。で、河野大臣が1年くらいは効果が持続と。いうことが書いてあって、何の話かというとですね、ファイザーとね、モデルナのワクチンは共に2回の接種が必要とされていると。で、河野大臣はどちらも大体1年ぐらいは効果が持続するんだけども、今年2回打った人は来年は1回でいいと述べたと。
いうことで、ということはですね、効果を継続するには3回目の接種が必要だというような認識を示したということになったんですね。まあそれがいいかどうか、正しいかどうかはね、ちょっとまあわかりませんので、それは置いといたとして、そういう議論はね。ただとにかくね、来年もじゃあ1回ね、打つんじゃんというようなことになってですね、そうすると、まあいつもですね、この富士ガラスのこういう容器とかがですね、まあ必要なんだろうというようなことで、富士ガラスはですね、いつもね、こういう話が出た途端にですね、グイグイグイと買われていくと。で、ストップ高まで張り付いたということに、ね、なりましたね。はい。おめでとうございます。まあまあね、この株もですね、そういう流れになるとですね、ぐい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 上がっていくと。で、なんでそんなに買われるんだというぐらいまでね、買われたりするのでですね、明日もね、結構上げてくる可能性もね、十分にあるかと思いますけどもね。はい、見ていきたいと思います。で、最後にですね、テクノホライゾンなんですが、今日はですね、残念ながらね、ストップ安になってしまいましたね、これね。で、こちらはどういうことかというとですね、金曜のね、大引け後に、決算を出していて、で4月6月期経常は赤字拡大で着地ということに、ね、なりましたね、残念ながらね。はい、ということでですね、まあ期待感でね、ちょっと上げていったところもあったかと思うんですけども、残念ながら売れたということで、下値目処がね、ちょっとどの辺かということなんですけども、ここをね、結構大きい窓が開いているので、ここをね、埋めに行くかどうかなんですけどもね。ちょっとね、まあかなりこう下の方まで行くのか、それともこの窓埋めで終わるのか、それでもそんなことなくですね、反発して明日はね、上で始まるのかというところですけども、これもね、結構まあとにかくね、ストップ安で今日売られたので、どうなるかね、見ていきたいと思います。気にしています。はい、以上、新ネタのコーナーでした。続いて、8月2日の注目と言っていた中でまだお話していないのがですね、まずこのね、グローバルウェイなんですけども、グローバルウェイ、今日もストップ高で行きました。おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。で、今日で 1,2,3,4,5,6 連続ストップ高ということに、ね、なりましたね。でもね、このネタの話でですね、毎日毎日しているわけなんですけども、タイムコインというね、仮想通貨をまあ売ってですね、利益を出したということが、グローバルウェイの方で、まあ、IR をね、出してきてからですね、じゃあ残りね、一体どのぐらいのね、グローバルコイン持ってんだよというようなことがあってですね、それでね、まあ枯れてるということなんですけども、それでね、まあとにかくですね、これがね、どこまで行くかということなんですけどね、本当にね、ちょっとすごいことになっているので、今日からね、実は真下なんですよね。真下になってもですね、こんなに上げてるということでですね、本当にね、ちょっと今ね、すごいことにね、なってますよね。はい、そしてですね、商船三井なんですが、商船三井ね、今日も 10% 上げましたね。でね、これはですね、先週の金曜日にね、新ネタとしてまあ紹介しましたけども、このね、リストの中にはちょっと入れてなかったんですが、で、商船三井ね、なんでこんなに今ね、爆上げしているんだということなんですけども、で、先週のね、4月30日にですね、昼にですね、結構いいね、決算を出してきたんですよね。で、今期経常 59% 上方修正、14期ぶり最高益、配当も400円増額と、いうものを出してきてですね、で、先週の金曜日はね、結構ね、爆上げしたんですよね。で、今日またですね、10% 以上上げてきたということで、で、レーティングもね、結構いいのをね、出してきた証券会社があったんですよね。東海東京証券がですね、5420円を6960円にしたということで、目標の株価6960円ということでですね、まあ今日の終値が6250円ですから、まあそこから見たらね、まだまだね、こうあると。いうところはね、あるんですよね。はい。ということとですね、あとはね、まあ、商船三井がですね、牽引しているのかなというふうにも思いますけども、まあ、海運株がですね、それで軒並み買われていて、で、グローバル物流の回復を背景に、業種別上昇率がダントツのトップということに、ね、なったんですね。でですね、まあ、今ね、とにかく、まあ、コロナ禍なわけなんですけども、そんな中にあってもですね、グローバル物流は活発な荷動きをしているというようなことがあってですね、まあ、それで買われているということに、ね、なってるみたいなんですけどもね。はい、これもね、明日以降どうなるかね、気にしていきたいと思います。そして最後にですね、グローバルダイニングなんですが、グローバルダイニングね、結構ね、ちょっといい決算をね、出してかなと思ったんですけども、残念ながらですね、今日はね、毎点まで行ってしまいましたね。まあちょっとね、これは待ち構えて人が打ってきたという感じになったかなと思いますけども、とてもね、残念でしたけども、はい、明日以降もね、どうなるか見ていきたいと思います。以上、8月2日の注目銘柄でした。続いて8月3日の注目、はい、
パレモ、富士ガラス、グローバルウェイ、商船三井、AI メカ、アシロ、シンバイオ、グローバルダイニング、F1、サーキュレーション、テクノホライゾン、この辺を中心に見ていきたいなと思ってます。はい、それではここで株株パラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。はい、それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。